誰かいるか？ケンドリック、ケンドリックいるのか？声が大きい。うわ、まったく死ぬほど驚い。声が大きいと言ったんだ。霧が不自然だ。フォグレットやニンフが隠れているかもしれない。注意を引かない方がいい。いいな。フォグレット。ああ、メリテレ様、なぜ俺はこんなところに。いい質問だ。ここで何をしている？その、ケンドリックと考えたんだ。屋敷が長年空き家のままだと貴重品が腐っちまうと。うん、泥棒ってわけか。泥棒は生きた人間から盗む。死人から盗んで何が悪い。ケンドリックが扉を開けに行って俺は見張ってた。突然ランプが壊れる音がして、それっきりだ。呼びかけたんだが。なんだ、あんたがいたフォグレットか？違う。危ないところだった。あれが何かを確かめて相棒を探す。お前はぼんやり待つ気はない。帰るよ。ずいぶん広いな、この屋敷は。今でも誰かが花壇の手入れをしている。新鮮な色のバラはないな。すり減ってる。愛用されてたんだな。でも誰が。水は氷のように冷たい。まるで渓流の冷たさだ。木が完全に腐ってる。蜂の巣箱、管理は十分だが使われていない。スミレ色のバラはない。裏手の方か。壊れたランプ、地面は踏み荒らされてる。誰かが何かをこっちに引きずった。死体か。誰かが負傷者を引きずってここを通った。滑り止め付きのブーツの跡、庭の裏から続いている。逃げた方がいいぞ。ここはなんだ。あれは掘り返すことか。墓標のない墓、花壇のように並べられている。おい、聞こえるか？
の泥棒、その死体だな。何者だ。内臓は変形している。生きていたなんて信じられん。まあ生きていることの定義は哲学者が論争中だけどね。普段なら驚くところだが、あれを見た直後ではな。お前たちは何者だ。動物じゃないわね。こう考えて、家を支える者たちと。動物のふりをして一体何をしてる。前もって言えなかったのか。ええ、秘密を守る義務がある。ではなぜ俺と話す。なぜ。人間と話す機会は滅多にないから。あなたが何の用で来たのかも気になる。もう少しまともな答えをもらえるか。そのうちな。こいつは何なんだ。教えてもらえるか。お友達か。我々は世話人と呼んだ。今までに見たどんな化け物にも似ていない。どこから来た。遥か彼方からイリス様と館を守るために召喚された。彼は庭の手入れをして招かれざる客を始末した。遥か彼方。正確にはどこだ。場所の名前を言っても意味がなかろう。この家の主人を知っているか。オルギエルド・フォン・エブレック。知ってるわ。でも彼は出て行き、奥様が家の女主人となった。おお。それでフォン・エブレック夫人はご在宅か。伝えてくれるか、客が来たことを。なぜ彼女に会いたい。オルギエルドがイリスに送ったというスミレ色のバラが欲しい。イリス様は中の寝室にいる。彼の鍵を持って行って裏口を開けられる。どうやら俺を紹介してはもらえなさそうだ。それで何と呼べばいい。今のようにできれば名前は伏せておきたい。
私の家よ。うん、片付いてる。何もかも清潔で食事を出せる状態だ。世話人が今でも食卓を整えてるらしい。火災の被害か、興味深い。会いたかったんだろう。ここにいる。願い事は慎重に考えるべき。それで落胆を回避できる。悪趣味な冗談か。なぜ死んでいることをすぐに言わなかった。聞かなかった。それになぜ誰も埋葬していない。我々にはできない。お前が倒した世話人は生前の彼女にいかなる時も近寄らないよう命令されていた。彼女はどうやって死んだ。傷も争った形跡もない。心臓が破れた。何？心臓発作か。いや、ただ単に破れたのだ。とても信じられんな。でもまさに破れたの。ある日イリス様は正面口に鍵をかけ、ここに横たわると亡くなった。悲しみと孤独が原因でね。深入りするほど疑問が募るんだが、そもそもなぜ俺に手を貸してる。私たちはイリス・フォン・エベレックの使い魔。ご主人様は亡くなったけど、それで解放されたわけじゃない。なるほど。お前たちはここから、その体から離れたいわけだ。意外か。いや、全く。彼女の幽霊は安らげず侵入者を襲う。どうした。フォン・エベレック夫人は大変な苦難に耐えてきた。客人に不慣れで見知らぬ人を好まないの。彼女は孤独だ。イリスの幽霊と話すべきだろうな。怒りと恨みに満ちているご主人様と話すのは容易じゃない。方法はある。イリスと接触するには遺体を埋める必要がある。だが、血と恐怖にあふれたあの世話人のおぞましい墓地ではダメだ。彼女はよく前庭で過ごしていた。うん、そこがいいか。待て、鍵を持っていけ。正面口を開けられる。利口な犬だ。
ここが良さそうだ。ああ、絵が好きだった。イリス・フォン・エベレックにご遺体の葬り方について何か遺言はあったか？彼女は死を恐れていた。誰も葬儀に来てくれないんじゃないかと心配していた。それは俺の役目になりそうだな。イリスと面識はないが、ここの絵画から彼女とオルギエルドが仲睦まじい夫婦だったことが十分にわかる。イリスは幸せだったはずだ。時に運命のいたずらが我々の人生を大きく狂わせることもあるが、死後の安らぎは万人に与えられる。ご主人の絵と一緒に埋葬されたいかどうかは分からない。しかし二人は共に生きた。だからきっと死後も共にいたいだろう。お二人さん、ご主人に別れの言葉はあるか？人間の儀式には参加しない。あなたのしたことが慣習にのっとっていると信じましょう。遺体は埋葬した。彼女を召喚しよう。苦しめられし魂よ、ムクロは葬った。怒りを忘れよ、嘆きを忘れよ、姿を現すがいい。君の世界から引き離してすまない。頼みたいことが。ついてこいといいだろう。